こんばんはサイン会6月5日の2時間目こんばんは、さっきぶり。今回も書いていきます。まずはケンイチさん一番乗り。ケンイチさんじゃん、ありがとうございます。ありがとう。お、当たり。早速次は北海道の白衣さん。北海道の白衣さん、北海道の白衣さん、ありがとうございます。なんか自分の住んでる県を書いて名前につけてる人って北海道率がめっちゃ高い気がする。よく見る。次は正義さん。正義さん、ありがとう。あ、また当たり。早いね。次は土佐健太さん。土佐健太さん、じゃん。これあやい傘、私とあのあなたって書いてる。ありがとう土佐健太さん。同産子ですね。あ、え、なんて、あ、土産子。ドサンクか。でも知らんかったらドサンクって言いますよね、これは。はい、はい、よかったよかった次は山本さん。あ、そう、麻雀始めました。私あ、始めましたよ。うん、始めてない。始めてない？始めてくださいよそう、麻雀の話をしてて、昨日なんか STE に麻雀、なんかさ、グループそれぞれ麻雀やってるメンバーさんいらっしゃるじゃないですか、割と。でも STE に麻雀キャラのメンバーいないねってなって、でその NMB さんの麻雀のアプリゲームで、あの、そう、教えてもらってました。麻雀、今日麻雀結構分かりましたよ、福岡さんはい、インストールしてる、インストールしてるそう、福岡さんと私の担当マネージャーさんと、そう、やろうってなったんですよ。山本さん、ありがとうございます。ハマりそう、え、ハマりそうだし、なんか奥が深いし、すっごい頭の回転が速くなりそう。そう、ん、ピンフ、ピッチングやめた。あ、ピッチングピッチングはやめてないですよ。ピッチングはなんか今日が人がいっぱいあったけん、生写真委員会写真撮影で受験できんねってなっとって、そう、明日また動画載せます。ピッチングの楽しみにしとってください。でも2日やってないけんね、ブランクが。あ、あー、あ、でもブランク合ってる？合ってる。あ、え、合ってます？それは合ってる。私何が間違いだったんですか、今まで。いや、今と意味が違う。今までのはスランプ、うん、あ、じゃあ、合ってる、ブランクが。今のはブランクだって、うんうんうん、え、何がどう違ったんですかスランプは、あ、調子悪くなる。あ、ブランクは効かない。あ、なる、あ、なるほど。はいはい、次は福島健一さん。ん？あ、カピちゃん飛ばした。じゃあ次カピちゃん書きます福島健一さん、福島健一さん、ありがとう。そう、今日は結構ね、麻雀何回戦もやって3回勝ちました。あの、当たりみたいな、あの、ロン、うん、ロンしました3回。めっちゃ、そう、ずっと教えてもらってました、空き時間に。カピちゃん、ありがとう。次は、大好きな
大好きなミキさん、あ、大好きなミキさん、あ、大好きなミキさん、大好きなミキさん、大好きなミキさん、ありがとう。次は川崎さん、皆さん麻雀やりますか。川崎さんありがとう。トップ面も出てね、なんかそれありますよね、須田さんとかがね、アセリカさんとかがね。え、次は H パパさん、 H パパさん、 H パパさんありがとう。ルールむずくてわからんかった。そう、ルールめっちゃむずかったし、今でも全然、今でもというかまだめっちゃほやなんですけど、やりたて。森さんありがとう。まだ全然わかんないんですけども、これからやりたいと思います。はだてさんありがとう。はだてさん、役を覚えたら楽しくなるよ。そう、役、うん、あ、3枚か、森さん。あ、森さん3枚ありがとうございます。森さん、あ、森さん当たり、当たりというか一言メッセージがついてる。森さんこれからもよろしくね。森さんありがとう。そう、役聞きました、いっぱい難しそうと。おお、また当たり、しかもアメリカン、これアメリカンを意識した当たりです。これは誰だ、上田さん、上田さん、上田さんありがとう。さあ次はメタボさん、どう思いますか、私が麻雀めっちゃ強かったら。ギャップ萌えじゃないですか、これは。メタボ、次は従前さん、従前さんありがとう。なんか最近はピッチングだったり麻雀とか、なんかずっと自分の趣味とか特技とか、もうユミリンのさ、サックスとか鉄道とか、そういうドーンっていう、これっていうのがなかったんですよ、ラギオ言葉しか。でもそう、これから作っていきたいって思っています。次はリオさん、リオさん、リオ、リオさんありがとう。ラギオ言葉って本当にすごいですよ、すごさが伝えるのが難しくて悔しい。つくねさんありがとう、うん、あ、2枚、つくねさん2枚ありがとうございます。もぐもぐ、つくねさんありがとう、うん、おじさんが好きですからね、野球も麻雀も。確かに。本当に思った、野球のピッチングの触れられる率がすごく多くて、みんな野球、おじさんというか男性が好きですよね。次は草間龍さん、草間、おお、6枚、ありがとうございます。龍さん、草間龍さん、まず2枚、草間龍さん、1、2、草間龍さん、うん、草間龍さん可愛いな、嬉しい。嬉しいな、草間龍さん、草間龍さん、ラスト、草間龍
さまりゅうさんありがとう。次はまっちゃんですさん、まっちゃんです、すごい自己紹介してる、まっちゃんですさんありがとう。とりあえずパチはおすすめしません。麻雀の言葉？パチコ。ああ。あ、そういうこと。なんかと思ったなんか役とかのあれかと思った。ああやらないですよ。面白。やりませんやりません。掛け事はしません。次あっつんさん、あっつんハートさん、あっつんさんありがとう。パチンヌやだー、パチンヌにはなりません。え、シガさんはパチです、パチします？はい、うわ、え、するんだ。もうあんまり。あ、今は忙しくて、学生の時、学生の時に大学生ですか？え、周りもそみんなやるもんですか？あんまり。あ、毎日ちゃった。え、どこからお金が出てくるんですか？バイト？パチンコ麻雀から還元、はい、回してた。ほえほえ、あ、やってました、生活かけてね。あ、バイトみたいな感じ。どうぞ。なるほど、昔はみんなしてたよ。そうなんだ、学生はアカウントですって言われてます。あ、でも大学生、大学生、二十歳超えてから、二十歳超えてから嬢ちゃんまでしないように。絶対しません。あ、元店員ん、あっつ刺さんない。うん、あ、あっつんさん当たり、しかもハートの絵が。あっつんさんありがとうございます。え、それで車買ったよって人がいる、すごい。それって、え、でも一回すっごい大当たりしたら買えたりするぐらいのなるんですか？そこまではならん。あー、へー、なんか自分より生きてる人とか自分が知らない世界を詳しい人と話すの楽しいですよね。うん、私もパチは本当に何も知らないので。そう、七単位さんありがとう。昔は結構稼げた。ほえー、次は電化会さん。あ、七単位も2枚、あら、じゃあまず先に電化会さん、電化会さんありがとう。50万買ったことあるって人がいる、すごい。そしたらもう中古とかだったら車買えますよね。いいね。七単位さんありがとう。2枚でした、うん、次は増田さん。多分女性と男性でもハマるものって違いますよね。うん、増田さんありがとう。麻雀とか野球は男性？女性も？麻雀結構女性も増えてきてる。あ、そうなんだ。コロナ禍になって。うん、あ、麻雀してる人います？最近。最近始めた人とか。次ファルコンさん3枚ありがとうございます。麻雀は意外でしたね。そう、私もね、そう、そう思う。ファルコンさん3枚ありがとう。はい、次はアイラブ肉汁さん、肉汁さん、いいね。お肉、お肉食べたい、お肉食べたいっていう歌知ってます？何だっけ、なんかありますよね。なんだっけ、誰かが歌ってるんですよね。はい、みんな知ってます？お肉食べたい、お肉食べたい、アイラブ肉汁さんありがとう。競馬は、お馬さん綺麗よ。あー、競馬あります？競艇、競艇何が違うんですか？
競馬は馬。競艇は船。船？ああ、ボートレース。ああ、馬いいね。なんか馬関係のお仕事してる方がファンの方に結構いらっしゃって、そうで2回ぐらい本物の馬をお話し会で見せてくださったことがあるんですよ。そう、それで馬かわいいって本当に思いました。そうで馬は気になった。競馬、次はジンジンさん、ジンジンさん、ジンジンさん、ありがとうございます。確かに宮島ボートレース宮島もありますね。次は神戸のマーチさん、あ、マッチマッチって書いちゃった、惜しい。神戸のマーチさん、神戸のマーチさん、ありがとうございます。次はカズヤさん、カズヤさん、カズヤさん、ありがとう。次はヨウスケさん、ヨウスケさん、ヨウスケさん、ありがとうございます。目覚ましじゃんけん勝ちました。あ、チョキを、あなたはチョキを出したんですね。次はオラフティ、おお、4枚ありがとうございます。オラフティ、雪だるま作ろう。なんで笑うんですか前も言ってたよ。そう、オラフだからね。オラフだから、うん、オラフィさん、ドアを開けて一緒に遊ぼう。お、一個当たり。一緒に遊ぼう、どうして出てこないの、前は仲良く。はい、オラフティ、これ当たり。オラフティさん、ありがとうございます。してたのになぜ会えないの。菊池さん、雪だるま作ろう。ディズニー系の映画で何が一番好きですか皆さん。菊池さん、ありがとう。何が好きですかディズニー系の。眠れる森の美女。あー、え、映画であります。だいぶ昔、わかんない。え、キスしたら目覚めるやつ。え、そしてそれ、オーロラ姫。あ、オーロラ姫か。あー、え、マレフィセントも。そうそうそう。あー、マレフィセント見に行った。次はタイムガイコツさん、なんでそれが好きなんですか。ロマンチックだから。幼稚園の時に劇をやった。そんな理由。可愛いですねタイム外国さん、ありがとう。あ、ベイマックスに似てるというよね。そっか、ベイマックスもディズニー映画か。ピクサー、うん、ピクサー、ディズニーピクサー。あ、プーさん、もののけ姫は違うんよ。アナ雪、アラジン、ラプンツェル。なるほどね。アラジンにも。アラジンいいですよね。ジャスミン可愛い、うん、あー、ジャスミン可愛いですね。面白い。福岡さんは、シンデレラ。あ、映画、あ、でもやってるか。なんか人間版みたいなやってますよね。実写版。実写版。あ、1ページ終わったわ。次はコロモニさん、コロモニさん、コロモニさん、ありがとう。すごい、福岡さん好きですって来てる。あ、ありがとうございますって言ってるよ、鳥取太郎さん、よかったね。退勤させていただきました。 お疲れ様です、お仕事。次は鈴木さん、2枚、ありがとうございます。あ、1個当たり。鈴木さん、お絵かきしてるのが出た。鈴木さん、あ、何歳ですかって来てる。あ、それで笑ってたんですか。
鈴木さんありがとう。福岡さん何歳ですか。え、何歳ですっけ。26になります。26歳になるそうです。志賀さんは29になります。29、あ、なりましたね。私は19歳ですになりました。次は池田さん。池田さんありがとう。ゆきゆき私も福岡さん。あ、そっか、福岡、博多、福岡だもんね。私は広島さん。さあ次は鳥越さん。鳥越、鳥越さんありがとうございます。次はマイピーインクさん。お、2枚。マイピーインクさんありがとうね。マイピーインクさん、マイピーインクさん、にゃー、2枚ありがとうございます。グアムさんはいませんか。グアムさんいないね。え、海外の人います。海外の名前の人、 STU 社とキング社に。海外出身、うん、海外生まれとかいないですよね。いないですね。いないね、うん。次はマキちゃん、マキちゃんさんありがとう。イエイ。次はマスリンリンさん、マスリンリンさん、マスリンリンさんありがとう。次は高田さん。お、4枚高田さんありがとうございます。高田さん、あ、当たり出た。これ当たり、ありがとう。雪だるまつくん。次はこぶちゃんセブンさん、こぶちゃんセブンさん、こぶちゃんセブンさんありがとう。服見てたらモンブラン食べたくなってきた。いいねモンブラン。何ケーキが一番好きですか。あ、そうだ、マリトッツォ。一口でマリトッツォ、シガさんマリトッツォを一口で断念してた。さあ、坂福岡さんは何が好きですか。ケーキ。何ケーキが好きですか。チョコっぽい、うん、うん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 。チョコかモンブラン、うん、あ、モンブラン、うん、いいですね。私もチョコが好き。お、ジムジムさんありがとうございます。うん、次はトモさん。あ、ジムジムさんも2枚だ。この後書きますね。トモさん2枚ありがとう。お、ジムスミさん疲れ疲れ、ありがとう。今日朝帰りしました、ありがとう。あ、朝あれか、じゃんけんか。ジムジムさんもう1枚書きますね。ガトーショコラですか。ガタン、ジムジムさんありがとう。確かにガトーショコラは美味しい。ティラミス好きです。ティラミスも好きですよ。うん、ちょっと無理、ちょっとで。あ、ちょっとでいい。二口ぐらい。意外。でもティラミスは甘ったるくなくないですか。いや、甘い。え、そうですか。コーヒーの味。次、おじゃまるさん、おじゃまるさんありがとう。広島に美味しいチョコタルトのお店あるよ。どこ。うん、
広島駅にありますよね、美味しいタルトのお店屋さん。え、何笑い？え、お店屋さん、あ、まあ、そっか、タルト屋さん、うん、お店屋さんは多分言う、え、言いますよね。ほら。次は万代さん、万代さん、万代さん、ありがとう。次は石川さん、2枚ありがとうございます。石川さん、石川さん、ありがとう。こんばんは。次はピラリンさん、ピラリン、ピラリンさん、ピラリンさん、ありがとうございます。ピラピラピーン。はい、じゅんさん、じゅんさん、あ、ほんまや、ピロリンさん、おお、買ってた。福岡さん、滋賀さん、愛してる。愛されてますよ。ありがとうございます。だって片思いかな。あ、両思いらしいです。次はロミアさん、お、2枚。ロマンチックな名前、ロミアさん。両思いだとちょっと困る。なんで？ロミアさん、ありがとう。和気あいあいで楽しいですね。確かになんか普通のサイン会だったらメンバーだけじゃないですか。でもこうやってやるのはあと明日だけで、明日でサイン会終わりですよね。あら、じゃあ今日明日の限定ですね、こんな和気あいあいとしてるのは。噛み締めましょう。じゃあリエさん、リエさん、ありがとう。ゆるい感じスコですね、激ゆる。次はしんさん、しんさん、ありがとう。次は駒田義隆さん、駒田義隆さん、駒田義隆さん、ありがとう。次はカッサン、カッサン、カッサン、ありがとう。カッサン2枚、あ、カッサン2枚、ありがとうございます。カッサン、スタッフさんと話せること貴重だから。そうですね、確かに。カッサン、ありがとう。でもファンの方は善悪とかスペイベとか瀬戸内巡りとかで話してたのかな。でもコロナでなくなっちゃいましたもんね。次は尾形さん、3枚ありがとうございます。次のスペイベ楽しみ。私聞きましたっけ、決まったの。聞いてないか、え、確定しました。なんかもう、ん、確定してない、確定してない。じゃあ楽しみですね、みんなもスペイベ。一段落。尾形さん、野球のやつを書いて、尾形さん、ありがとう。スペイベ何々ね、気になりますね。次はグラサン K さん、グラサン K さん、グラサン K さん、ありがとう、うん。はい、次はストーンマンさん、ストーンね、さん、ストーンマンさん、ありがとう。やっぴー。次はうがさん、うが、うがうがうがさん、うがさん、ありがとう。エディオンの掃除とかスペイベ
でも確かにお世話になってますからね、エディオンとあとクアトロクアトロさんとエディオンさん。次はリプシーさん、リプシーさん、リプシー。おお、千穂ちゃんとキャッチボール、えどうですか？1名様、1名様確かに、いやあの時間交代、1人5分とかで、あすごい良くないですか、キャッチボール、ボール投げた時に好きなところを叫び合う青春でも冒頭投げたら時間ロス、変なとこ投げたら、あ、本当だ、に行ってるんで喋られる、でも私その間あもう上手くなってるんですね、までにそう。お、バドミントンならやったことあるの、へえー、どこのスペイブですか、ヤヤさん、ありがとう確かにソーシャルディスタンスできますね、キャッチボールだったら。怪我だけな、怪我せんじゃろ、いや、万が一、あ、足くじくとか、あ、違う、なおちゃんさん、お、星が書いてある、なおちゃん、ありがとう。あ、昔 SKE さんだったらしいですよ、キャッチボールじゃないや、あのバドミントン、ココアとほのたんとならキャッチボールしたことあるで、どれ、神戸、そうなんじゃ、うん、次はサティさん、でも やってそうな2人サティさん、ありがとう。お、NGT さんも前イベントでバドミントンやゲーム企画あった、あとボウリングとか、あ、ボウリングやりたい、めっちゃいいですねボウリング、うんね。次は STU 大好きたけくんさん、 STU 大好きたけくん、ありがとう。え、ボウリングめっちゃいいじゃないですか、うまい、いや全然、人生で2回ぐらいしかやったことないです、はい、はい、うまいですか、ヤータさん、スコアがどんぐらいだったらうまいに入ります、いや、そう、からん、わかんないですよね、みんなどうですか、え、福岡さんうまいですか、あー、え、でもうまそう、球技だし、パパワンヌさん、ありがとう。僕らやった時もあったんだよ、え、NGT さんのスペイベ、え、叩かれるってことじゃなく普通に潜られた時はするの、だってそしたら一人個人戦ですよね、うん、次は田中総一郎くんさん、田中総一郎くん、田中総一郎くん、ありがとう。うん、はい、次はとも先輩、とも先輩、とも先輩、ありがとう。おお、100超えれば大丈夫、その100は超える、100は超える、え、普通ですか結構それって、いや女性でも、女性は分からん、次はよしせさん、ヨシセさん、ヨシセさん、ありがとうございます。出た、あ、出たよ俺、トモ先輩、うんうん、ランドワンとコラボしたらいいよね、確かにしたい、絶対楽しい、絶対楽しいですよね。あ、トールさん2枚当たりです、1枚、トールさん、トールさん、うん、ありがとう。あ、はい、ありがとう、トミーさん、ありがとうございます、うん、あ、勝手に石田地方応援大使、嬉しい、勝手じゃないですよ、公式になりました今次はつくださん、これでつくだって読むんじゃん、つくださん、糸田んぼの田でつくださん、ありがとう。次はニューイチ81さん、ニューイチ81、ゆういち81さん、ありがとう、うん、バーベキュー大会したな、どこですか、 HKT さん、どこだろう。次はもっくんさん、もっくん、ありがとう、うん、
次はマロチンさん、マロマロありがとう、マロチンさん。次はイッシーさん、イッシーさん、イッシーさんありがとうございます。今朝の目覚ましテレビ見て、お、ありがとうございます、早起きだ、ありがとう。次は原口さん2枚ありがとうございます。原口さんありがとう。え、HKT で沖縄でバーベキューですって、やば。あと船上パーティーもあったって。え、なんか HKT さんゴージャスですね、なんかすごい。次はよっくん、よっくんさん、よっくんありがとう。すごい、船上パーティーで、私たちもね、船上で掃除とか似顔絵とかかき氷とかしてますよ。かき氷パーティーだ、うん、豪華豪華豪華次は吉典さん、好きに得で吉典さん、これでのりも読めた。吉典さんありがとう。コロナ落ち着いたら関東にも来てね。行きますよ、今週行きますよティフで行きます。さあ次は岡ちゃんさん3枚、岡ちゃん。でも確かにね、関東でファンの方と触れ合うというか、なんかファンの方とのイベントっていうのがあんまりね、もうコロナ禍になってからとっても減ってしまったので、早くコロナ収束してほしいですね。おかちゃん、おかちゃん、え、何笑い収束って収束、収束、うん、おかちゃん4枚ありがとうございます。とりあえずコールさせておくれ、わかる、私はコールができる世の中が大好きだ、うん、次はマッチーさん3枚、ありがとう。マッチーさん、マッチー、今回の7枚目のティフの文字がいっぱい書いてあるやつもコールができなくなったみたいに書いてましたよね。素敵な文だと思いながら読みました。マッチーさん3枚、ありがとう。次はモリリンさん、モリリンさん、モリリンさんありがとう。次はカドさん、カドさん、カドさんぴょぴょー、ありがとうカドさん。次はまゆちゃんさん、まゆちゃん、まゆちゃんありがとう。あ、加藤さん3日連続ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。石田ビーク、いいね。次はグラサンKさん、グラサンKさんありがとう。サーカスデイス、君はいつだ。次はぬくいさん、ぬくいさんありがとうございます。ポカポカ、うん、STA さん、コロナが落ち着いたら出張公演してほしい。え、やりたい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 ですね、絶対やりましょう。次は佐藤浩一さん、佐藤浩一さんありがとう。そして大鳥はダンダンさん、ありがとうダンダン。島根県の方言でだんだんはありがとうですよ。だんだん知ってました？愛媛じゃない？え？え？わかんない。でも島根もあります。はい。だんだんありがとう。はい。ということで皆さん、この時間を見てくださったり申し込んでくださった皆さんありがとうございます。じゃあお礼を読みますね。20位じゃんけんさん、19位山本拓海さん、18位ルディルディエカワルダナさん、17位演歌家さん、16位ヒロロンさん、15位コモダさん、14位ユキオさん、
13位千穂沼さん、12位バンブーホースさん、11位つくねさん、10位ととみちさん、9位やすさん、8位むむさん、7位シグショールームさん、読み方合ってるかな、ラッキーセブン、ありがとうございます。6位ジムジムさん、5位ポピットさん、4位ポセさん、3位奇跡の千穂さん、3位クリプトンさん、2、そして第1位はピルーシュン電化街さん、イエーイありがとうございます。感謝のキャミです、イエーイ、ありがとう。皆さん2時間目も来てくださってありがとうございました。じゃあこの後ラストの部もよろしくお願いします。じゃあ終わります。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみ、あ、おやすみじゃない